どうも皆さん、こんにちは、ピクトです。というわけで、黄昏壊滅計画4日目だっけ。久しぶりですね、本当に。多分5日目だと思うんですけどやっていこうかなって思います。はい。ちなみにまだネットが繋がってないんで、僕これ装備をね、外すとですね、もうスキンがね、スティーブなんですよね。はい。だから、もうなんかね、とりあえずこれをやるしかなくて今。もうなんか仕方なくやってるみたいになってるけど、他にやることがないんだよ。うん。ってことでね、新しいモッドをね、1個導入したんですよ、僕この。アポカリプティックバケツみたいな。なんかすごいバケツをね、今絶対説明間違ってると思うけど、すごいバケツのモッドを導入して、僕違うワールドで一回試しにやってみたんですけど、思った以上に威力が強かったんで、このモッドは、また違うパートでやります。じゃあなんで紹介したんだよ。で、今回やっていくのは、今回はですね、僕本当はこの、撮る前に、なんて言うんだよ、ダークタワーまだ壊してないことを忘れてて、オーロラ宮殿の方行こうとしたんで、まあ、とりあえず一回、このダークタワーを、TNT で爆発してから次行こうかなって思います。はい。前振りが長い。で、各 TNT1 個置いとけば、ウルガストは消滅していると僕は思ってるんだけど、どうかな。今ダメージ食らったよね、絶対。赤くなったってことはダメージ食らった。あ、全然食らってないんだけど。さ、ムカつくからさ、ウルガストにさ、ちょ、隕石ぶつけていい？メテオダイナマイトってやつを投げると隕石降ってくるんで、それをうまいことウルガストに直撃させたいんですけど、あ、惜しい！こいつのさ、真下でさ、こうやって投げればさ、当たるんだ。ちょ、待って、当たっちゃったよ。あー、こいつの真下でやればさ、当たるんじゃないか説が俺の中であるんだけど、どうかな？どうかな？なんか直接さ、ダイナマイト自体がさ、当たり判定あるみたいでさ、当たっちゃうんだよね。ここならどうだ？ここならいけるだろう。ここなら、さあ、あ、来てる来てる来てる！当たれ！あ、どうやら、隕石には当たり判定ないみたいですね。ちょっとうるさいから静かにしてください。はーい。というわけで、コインチェストがあったってことは、ここが最上階だった場所ですね。うん。ってなわけでですね、今日やりたいことは、ここなんですよ。はい。今ね、なんていうの、ここ。オーロラ宮殿近くにいるんですけど、雪原にいるんですけど、まあ、ここもね、クリエイティブじゃなくてサバイバルモードだと、まあ、こんな感じで、すごい吹雪があって、もう寒いんですよ。寒い。もうね、寒いんですよ、皆さん。まあ、この持ってるものを見てもらえば、もうね、察してもらえるかもしんないですけど、まあ、寒いんで、オーロラ宮殿、燃やそうかなと。うん。そんなわけで今回はモッドとかは特に使わずにシンプルに溶岩入りバケツでこの雪の地をもうマグマにしようかなと。うん。ということで今からすごい地味作業を始めていこうかなと思います。ただ溶岩を並べるだけ。いや、めっちゃ地味だわこれ。どんだけ時間かかるんだろう。つうか処理落ちないかな。処理落ちないかな、マジで。一応このマイクラが落ちた時のため用に今日はバンディーカムじゃなくてアマレココで録画してるんだけど、容量めっちゃ食いそう。マジで溶岩容量めっちゃ食いそう。これあれかな、マグマってさ、この氷、今下の地面見ると氷じゃないですか。溶岩でさ、氷って溶けんのかな。おマイクラでそれやったことない。あ、ウサギ、待って、ウサギ、お前それはダメだぞ、逃げるんだ早く。儚い命だった。いや、でも今回の企画はシンプルでいいですね。ただ溶岩を並べるだけ。爆弾と違ってね、こう派手さはないけど、終わった時の、なんて言うんだろう、見た目がね、きっとすごいことになってると思う。うん。いや、もうこれで、もうあったかいっすよ、この黄昏の森も。うん。氷河期さよなら。いやー、地味作業だ。いや、てか本当にさ、ネット回線工事がこなさすぎてさ、なんかもう、やばいんだけど、現代人やっていけないよ、本当に。で、スマホがあるからいいじゃんって思うけど、僕スマホも、通信制限にとうとうかかってしまって、もうね、何もできない。うん。何もできないんですよね。で、フリー Wi-Fi があるスタバとか Mac あるじゃないですか。動画上げたいなと思って僕、スタバ行ったんですよ。でも、スタバ行ったのはいいんですけど、僕は本当に人がいるところ苦手で、アップロードしてる途中でなんかもう耐えきれなくなって、もう出てきちゃったんですよね、ちょっと時間経ったら。だから、もうダメだ、ネットがないと僕死んじゃうと思います、本当に。いや、でも、黄昏の森ってすごいよな、なんか、こんな遊び方してる人多分、絶対俺しかいないと思うけど、逆にこんなこと、
もうやる人いないでしょ、くだらなさすぎて。だからみんな見んのかな、なんか。みんなやらなさすぎて、え、こんなことやってるやつバカなんじゃねえのみたいな感じでもしかしたら見てる可能性があるね。いやでも黄昏の森って本当にすごいよね。なんか大規模のモッドの中でも、僕あんまりモッドやってないんですけど、そんなになかなか、なんか難易度もちょうどいいし、いろいろ武器とかも増えるし、モブもいるしみたいな感じでめちゃくちゃいいですよね。またなんか黄昏の森使って企画やってもいいかもしんないね。なんか違うモッド入れてね、縛りプレイとかでやってみるのも面白いんじゃないかな。ちなみにこの黄昏壊滅計画も一応次パートで最終回、最終日にねしようかなって思ってます。はい、最終日という名の、まあ、完全に打ち切りだよね。特に面白みがないからな、この動画。ただ俺がくっちゃべりながらなんか意味わかんないことしてるだけやもんな。もう頭おかしいもんな、本当に。元からか。皆さん見てくださいよ、絶景じゃないですか。うん、これでちょうど良くなったんじゃない。周りが氷な分、あの中心が溶岩だから、まあ、ちょうどよくあったかくなるんじゃない、これで。ちょっと何言ってるかわかんないね。いやでもオーロラ宮殿すごいのがさ、なんか中こう燃えないんだね、オーロラ宮殿すごいね。え、ってことはボスとかがどっかにいんのかな、まだ。あ、すごい、生きてる。ちょ、あのじゃあ外見てもらっていいですかね。あなたのお城すごいことになってますよ。ねえねえ、今どんな気持ち。ねえねえ、今どんな気持ち。もう壁からマグマ見えてますけど、どんな気持ちですか。というね、あのくだらないことはやめて、まあ、雪の女王さんもさよならしないといけないので、本当に、まあ、申し訳ないけど、ちょっとマグマに埋まってもらおうかなと。雪の女王ってさ、マグマ聞くのかな。なんかもう寒そうだからさ、なに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 、え、聞いてない、まさかの。これ新発見じゃない？ちょっと音うるさい、マジで。すごいすごい、みんな、雪の女王マグマ効かない、最強すぎる。ということで以上で黄昏壊滅計画終わりたいと思います。あの一応次回で終わる予定なんで、よかったらお付き合いください。というわけでご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。じゃあね、バイ。これ本当に面白いのかな、これ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。説明欄の方に Twitter やサブチャンネルもあるので、そっちも登録してってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。噛まずに言えたね。